龙。嗯 今回はですね、大阪市西成区の半海電車商店坂駅から徒歩2分の場所にある激安賃貸アパートを紹介いたします。家賃がね、3万2000円で敷金、礼金必要ない00物件となっております。しかもね、この商店坂駅から歩いて2分の場所にある超駅近物件なわけなんですけど、これ、ね、アルファベットで商店坂って書いてますけど、これ別に落書きじゃないですよ。 この商店坂駅の駅舎はですねえっ、ー、と雑書きされてるわけじゃなくていわゆるウォールアートってやつですよねあのあれやないですかえっ、ー、と西成のねアイリン地区に昔看板掲げてたあの有名なラッパーの慎吾西成さんってまあ有名な人いるじゃないですかあの人が中心になって若手のアーティストを集めてですね西成の壁にウォールアート書きましょうみたいなプロジェクトがあってですねそのの一環としてこの商店 商店坂駅にあんな感じのね、シャレたウォールアートが施されてたりするわけなんですけど、ほら、奥の方にね、阿、えー、倍のハルカス見えとるじゃないですか、このね、商店坂ってところはですね、まあ、西成区と阿倍の区の、うん、境目みたいなところでですね、商店坂っていう名前からも分かる通りですね、坂がある、いや、そっちじゃないって <laughs>、そっちじゃなくて、あの道路の奥の方にね、坂見えとったでしょ。ほら 奥の坂見えるじゃないですか。あれが商店坂っていう坂でして、あの坂の上り差しぐらいのところら辺がですね、ちょうどね、西成区と安倍の区の境目になるみたいな感じのところになっとるわけなんですよ。でね、2分歩いたらですね、物件に到着日出しました。ほんまにね、歩いて2分どころか1分ぐらいで着いたような気がしますけどね、あっという間、商店坂の駅からあっという間の近くにあるこの物件なんですけど、5階建て物件の2階でして、まあエレベーターついてない。 いいんですけど2階やから全然問題ないやないですか。で、間取りいい感じでしょ。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と K、1DK のかな、1DK のあれでですね、で、ダイニング、キッチンがなんと4畳半のでかさがあるというね、これ、でね、えっ、ー、と、どうですか、あのキッチンもなかなか本格的やないですか、ちゃんとね、都市ガスが来てるから、まあ、だからワンルームのね、キッチンって、ほんま申し訳ない程度にくっついてるだけみたいな物件が多い中で、ここはちゃんとしてますからね、ここやったらね、ちゃんと料理とかできるんちゃいます ほんでね、えっ、ー、と、ほら、洗濯機置き場もちゃんとありますよ、みたいな感じになっとって。で、これね、えっ、ー、と、壁のところに木の枠ついてるから、元はこれ和室やったんでしょうね。元は和室で、だから、あの、クローゼットも押し入れ形式になってますけど、あエアコンも新しい感じですね。えっ、ー、とね、でもクローゼットあ、クローゼットが押し入れだろうが何だろうが、別にその辺も別に問題なしですけど、えー、ただね、これね、ベランダがついてないんですよね。ベランダがこんな感じになってるから、全然 然も物は干せないですからだからね洗濯機ついてますからまあだから乾燥機付きの洗濯機を買わんとまあどないもこないもならんでしょうねまあその辺ちょっとネックかなみたいなこと感じで言うたってねでね駅から2分で、えー、と家賃3万2000円なら全然安いやないですかほんでね、えー、洗濯機も置けますってことでコインランドリーライブも置かせるわけでしてこれはなかなかいい感じの物件じゃないでしょうかほんでね周辺環境じゃなくてその前に商店坂っうの上がってみます <laughs> えっとですね、これほんまに西成区と阿倍野区の境目ら辺のところでしてですねあここのねうどん屋さんはちょっと有名らしいですよ <laughs> 私が行った時はちょっとなぜか休業中でしたけどこのねえー、っと何か知らんけどタイル張りの道路を歩いてですねまあどうですかこの西成側は、うん、古い戸建て住宅があるなあっていう感じでまあマンションとかね新しい住宅もありますけど古い戸建て住宅が多いなって感じなんですけどこの辺の境目でね えーと何やったっけ安倍の子に入ったわけですけどこっちはですね敷地の面積のでかいなかなかに立派でねまあ新しいとまでは言わんけど新しめの建物がいっぱい建ててというかどうやらこれね安倍湖の,の中でもこの辺のね商店坂付近っていうのは結構ねいい感じのお屋敷がお屋敷とまでは言わんけど結構いい感じの家が建ってる地域らしいですねだからねほんまにねあの空をまたいだ途端にね建物の様子が変わるっていうのはなかなか面白いというかですね,これね 県のえー、と東側天ヶ茶は方面に向かってるんですけどえっ、ー、とですね 天賀茶屋方面。えー、と、ね、歩いて8分ぐらいで天賀茶屋の駅まで行けますから、それも便利ですし、やっぱりね、あの、商店坂の周辺にはお店あんまりないんですよ。でね、えーと、何やったっけ、その、天賀茶屋の駅に行く道中にこういうデイリーカナートとかね、えー、と、コンビニとかがありますよ。だから、買い物はこっちでしてくれみたいな感じになると、蔵寿司とかね、ビッグモー,ビッグモーターち、ビッグボーイや。<laughs> ビッグボーイとビッグボーターは大違いやろって話。 ですけどビッグボーイとかもありまして、まあ、というか、ですね天狗茶屋周辺はですねあの西成の区役所とかね、図書館とか、大阪フィルハーモニーの施設とかですね、まああれですよ、天狗茶屋の駅前行きはった人ならわかると思いますけど、あの辺りはですね、まあ、西成の中でもずいぶん抜けたところで、ですね都会的というか、垢抜けたところで、ですねここにね歩いて8分ぐらいで行けるんなら、相当に便利やと思いますよっていうのが、まあ、ほんま ほんで,でねえっ、ー、と何やったっけ何を言おうとしててあそうそう商店坂の駅ねえっ、ー、と商店坂の駅ね駅近でいいんですけどまあただチンチン電車ってあのー、走ってる本数が少ないじゃないですかこれね時刻表を見てもらいますけどこんな感じでですねあの朝のラッシュ時とか夕方のラッシュ時でも1時間に3本でそれ以外はですね1時間に2本ですよっていう感じですからまあだからその今回の物件はね歩いて2本で 2分の場所ですから、時間を見計らってあの、ちゃんとね、あのな時刻表を見て、時間を見計らっていけばですね、便利に利用できますけど、ただ、どうなんですかね、実際住んでみたら、このね、ち、えー、んち、ね、ん電車よりも歩いて8分の、えー、と境筋線とね、南海本線の、えー、天ヶ茶屋駅を利用することが多くなると思うんですけどね、というか、またね、えー、と商店坂の駅のね、すぐ近くなんですよ。これ駅のすすぐ近くにですね、 チンドバーサルって書いてマシラっていうお店なんですけど、ここにやってまいりました。フードメニューね。安いでしょ。フードメニューがとにかく安い。えー、ポテトフライ110、180円。コロッケなんと80円。白身フライも180円。でね、カレーライス480円。今時ね、500円以下で、ちゃんとしたカレーライスですよ。私、カレーライス頼んだけど。<laughs> 何の話になるかと。あ、これ、氷結はね、えっ、ー、と、480、480円やった高すぎる、380円。なかなか家飲み感があって、家があって。 じゃないいですかこういうのも私最近、ストロングゼロはさすがにね、なんか世間でも色々言われてるやないか。ストロングゼロはさすがにまずいかなと思ってね、まずいって、味がまずいっていう意味じゃないですか。体で、体的にあかんのかなと思ってね、氷結に戻してますけどね、私も知らんけど <laughs>。 いや、何の話なのかと言いますとですね、あ、これ、フードメニューは相当安いけど、ビールメニュー、あの、アルコール系はですね、まあ、普通の値段って感じなんですかね、じゃなくて、これなん、な、な、なんなんなのかと言いますとですね、あの、あれなんですよ、私、西成のアイリン地区で、おったら、飲んどったらね、隣にいた兄ちゃんですね、隣にいた兄ちゃんが、もしかしては、あんたって、あの、ビースリーウェブさんちゃうのとか言うてきたんですよ。で、え、そうやけど、なんでわかんのって言ったら、いや、なんか喋り方でそうかな、みたいな、とか言う、言うててき ててまあその子結構なんかうちのチャンネル見ててくれたみたいで「まあ、ワイのワイの」って喋ってたら「そういやう,うちの知り合いがあの商店坂ってところの、ね、駅のすぐ近くですわ商店坂の駅のうーんとです、ね、東側に渡ったすぐの場所なんですけどねまあさっきちょっとチロッと店の外観がもう出てたから分かると思いますけどあそこに「店作ったんで行ってやってもらえないですか」みたいなこと言われてですね「あそうなんほんだん行かせてもらいますわ」ってな感じでやって できたわけなんですよやってきてね、まあ物はついでというかですね。なんかこの辺でいい物件ないかなと思ったらですね、今回の物件にぶち当たったってわけでして、まあね、うんその商店街行きというかですね、半回電車全般がそこまで便利に使え、まあ何せ本数が少ないからそこまで便利に使えるかどうかはともかことして、まあ一応ね、えっ、ー、と新今宮の駅ね、あの半回電車の新今宮の駅あのあの半分屋ね半分やがあるあそこまでや。 だから、めっちゃ近いし、まあ、便利っちゃ便利なんですよ。なんで、半回転車って、どこのって行っても一律230円やから、まあ、だから、うーん、ほんまにね、さっきも言いました通り、え駅から2分ですから、時、あの、時刻表を見てね、時間見計らって利用するんだなまあ、一応、半回転車、チンチン電車でも便利に利用できるかもしれないですし、というか、何の話でしたっけ何の話から。あ、それで、ね。 あここね、あの、売りはこれなんですって、あの、海鮮系ね、お刺身とか海鮮系は一応あれですわ、あの、気づいーに、あの、毎朝仕入れに行ってるから、新鮮やし、味に自信あるっすよってってね、確かにね、このハマチ、甘みがある。<laughs> <laughs> グルメ野郎じゃないから、ね、グルメ野郎じゃないから、どうせも私おすすめでもされなければ、刺身とかあんまり買わ、あの、あれですよ。取らないです。基本私はコロッケとかさ <laughs>、ポテトフライとかさ <laughs>、そんな白身魚とかそんなばっかりやけど <laughs>。そんなわけでして、えーとね、何やったっけ、これ。マシラっていうお店。あのね、昼営業。えーとね、昼の、うーん、11時頃やったかな。11時頃から昼営業、ランチ営業を始めて、ほんでね、夕方頃からはバーになります。なかなか雰囲気あるでしょ。バーになります。 みたいなお店でして、もしよかったらですね、皆さんね、行ってみはったらどうでしょうか。<laughs> あの、B3Web ってやつ来たやろって、あの、店長さんに話振ったら、ああ、来た来たって言って、なんか話してくれるかもしれないですよ。そんなとこですね、ほんじゃまた。